こんにちは、山線の堀部です。今日は IC ベルリンのツーブリッジのサングラス、かっこいいのがあるんでそちらをご紹介したいと思います。今日ご紹介するのはこの IC ベルリンのねボリスですね。このシャープなラインですごくねかっこいいと思います。IC ベルリンは1997年にドイツでね創業したメガネブランドになります。 0.5 ミリ厚のですね医療用のシートメタルを使ってメガネを作るというやり方をですね世界で初めて発明した会社です。 0.5 ミリ厚のシートメタルはしなやかで弾力性があってとてもねかけ心地が良くなっています。IC ベルリンのメガネフレーム、そしてサングラスは全てハンドメイドでベルリンで作られています。最先端のメガネ作りですが職人かたぎのね精神が流れています。スクリューレス構造になっています。ネジや接着剤、溶接をですね全く使わない方法で工具なしで分解組み立てが可能です。今日このサングラスをねご紹介したのは昨日フールでたまたまキラーエリートという映画を見まして、ジェイソン・ステイサムさんですね。この方はあれですよね、トランスポーターとか出てますよね。あとロバート・デ・ニーロ、そして、クライブ・オーエンという方がね出てる、こちらの映画を見まして、皆さんこうツーブリッジのメガネかけてますよね、それにちょっと影響されまして今日はこのねサングラスをご紹介したいなと思いました。ではね実際かけてみますね、どうでしょうか。ツーブリッジでそしてすごくシャープなラインでいいと思います。今どっちかっていうと、トラディショナルな感じで、そうですねレイバンのウェファーラーみたいな形のこう、プラスチック系のサングラス結構多いと思うんですけど、つぶりし系のねこのメタルのサングラスね、しかもこの今はこれ、ゴールドマットになってます。こちらもねすごく、いいと思うんで、おすすめしたい一本です。ぜひ一度ね試していただくといいかなと思います。メガネの話題やサングラスの話題、そして自分の好きなことや趣味なんかを動画にしてアップしてます。ぜひチャンネル登録をお願いします。そして、このね動画を気に入っていただいたらサムアップ、いいねもよろしくお願いいたします。楽しみにお待ちしてます。ではまた。